松下社ですね。スサノオノミコトと菅原道真、もう、わからない神様がいらっしゃいましたみたいですけれども、1449年記事が、記録がある。骨折はちょっと不明らしいですね。最初は、御頭天皇が誕生されて、ソメ将来の関係ですかね。ソメイ社として祀られていたのかな。行ってみましょうかね。まあ、神社の中には何を祀っているのかがわからないという神さんの社もありますけど、ソメイ将来の祠。疫病が流行った時代に、社務所はちょっと誰もいませんけども、8万さんが祀られてます。今かけて